ちのね、今の勤務状態でね、テロップ入れでね、クオリティの動画でもね、テロップを入れるだけでね、多分週一投稿もできなくなっちゃいます。うん、あと皆さんがそのよく見てるね、であろう、YouTuber さん、ヒカキンさんでも誰でもいいですよ、はじめ社長でも、の皆さんで見てそのエンタメ系、企画系とかね、ヒカさんとかでも、ラファさんとかでも、そうなんですけど、基本的にやっぱパワーディレクター使ってる人ほぼほぼいないですよね。ほんまに何でかというと、パワーディレクターって本当にテロップ入れには本当向いてないですよ。ってのは、日本だけの文化なんで、テロップ入れてね。ほんと海外のトップ YouTuber さんでテロップ入ってるところってどこがあったっけっていうぐらい。レイトレイトショーとかいう、完全にテレビ番組スタイルの、バラエティ番組でも全然入らないですよね。テロップって。あれはもう日本の独特の文化で、ちょっとだから海外だったらそういう風に入らないし、っていうのもあったんで、うちの場合はそもそも入れるっていう選択肢を取ると、もう、2週間に1本、動画投稿できたらいいかなっていう感じでやっていくっていう形になるんで、そうするとね、それに合った、動画のね、あれ、スタイルになっていくかなっていうところだったんですけど、うちの場合は基本的にね、ほんと、1日30本撮りとかできるようなね、動画の、スタイルで、で、それをわーっと出してね、まあ、大手さんだったら6時間の1本ものとかにしたりとかするんでしょうけど、5時間の1本ものとかっていう形にするんでしょうけど、うちの場合はそれをね、10分単位で、区切って、出すっていう形で毎日投稿っていうね、いうので、一つ、本数作る。で、もうね、自分のトークでね、ずっとね、面白さをつなげれるっていう能力がないって分かってるんで、ある程度バーッと喋って、そこのところをね、一撃で使って、10分ぐらいでまとめる。ようにして、それをぶつ切りにするようにしてね、ですから多少食べやすい大きさにカットして、提供しますよっていう、カットステーキのイメージかなっていいものに例えすぎた。カットステーキはさすがにいいものすぎる、うん、ただ肉グラム70円ぐらいの米国産の肉ですけどすいませんっていう感じかな、うん、ブランド肉じゃないよね、うちのところは間違いなく、ですけど、っていう風にして出しますよっていうような戦略でやってるわけですよね、うん、そこに行くとテロップ入れるっていうのは本当に大変、試しにね、うん、自分で動画を撮影してっていうのは難しいかもしれないから、それこそ、動画でいいや、うちの動画なんてテロップ入ってないですから、うちの動画とかね、最近やっにとってはすごいなと思ったのは、東海オンエアさんの控室のサブチャンネルの方の、やつにテロップをつけて出すよっていう、切り抜きチャンネルの方がいるんですよね。あの辺りなんかは、ああ、なるほどなーって、いう感じがありますけど、うん、それこそそういった動画、テロップのない動画に、テロップをつけるっていう作業をやってみてください。本当大変なんです。で、それが、パワーディレクターだと本当に大変で、あれ、ファイナルカットとか、アドビの、ソフトとかだと、だいぶやりやすくはなるらしいです。とはいえ、テロップ入れすると、本当1分1時間以上かかる。1分の動画作るのにね。ですから、これ今50分回してってなりますけど、そうすると50時間、テロップ入れるだけでかかるよ。全然違いますかね、その差はね。うん、うちなんかもう BGM つけるつけないでも、そこでも10分ぐらい変わってきたりするんですけど、うん、だからテロップなしで本当に不要なところだけパパーンとカットして最低限の、モザイクだけ入れるっていう作業だけだったら、うん、編集時間になって数十分はじゃあできますからね。ですから最近ちょっとサブチャンっていうのを入れるようになってるのはそれです。そういう感じでちょっと時間確保しないと、ちょっと仕事が忙しかったりとかね。ちょっと、今、ニコ動のね、投稿とかでね、あれもね、だいぶちょっと時間を食ってるんでね、言うてね、もうある動画を上げるだけなんでね、全然それゼロから作るよりは全然楽なんですけど、とはいえ1日3本投稿をね、ずっとやるっていうのはね、それは大変でね、バンバンタイってすごいっすよね。毎日3本投稿とかね。うん。
そりゃ体調崩すよって若いけど、うん、まあ逆に言うともうおっさんなんだよね、力の向きのこと知ってしまってる。だって38ってことはもう野球で言ったらほぼほぼ引退の年ですからね、うん、ほぼほぼみんな戦力外になるから引退したってね、残ってたのも大ベテランの域でしょ38って言ったら、うん、ですもんね。じゃあそこで走り続けるたらサラリーマンの場合はね、走り続けないといけませんからね。でいう中でやるってなると、うん、そこはもう割り切って、うん、やるしかねえやってね、うん、やりゃきっと伸びるんだろうなと思いますけど、うん、ただそこのところでね、じゃあもうテレポートなしっていうふうに割り切るんだったらどうしようかっていうところを見たときにね、じゃあテロップなしのメリットって何なのかっていうところと考えるわけですよ。でこれは多分日本のトップ YouTuber の人たちってあまり考えてきてないんじゃないかなと思います。やっぱテロップっていうのが あるっていうのがいい動画の大前提っていうところがあるんですけど、じゃあどうして海外では普及しないのか、これはね一つ要因としてあるの分かってることがあります。分かってるというか、これはうちが勝手に思ってることなんですけどね、どこかがなんかちゃんと調査した調査結果じゃないんで、いや間違ってるよっていう意見があったら全然出してほしいなと思うんですけど、日本語って海外の言語に比べてもう得意な点が一個あって、それが同音異義語の多さなんですよ。同じ音で別の意味になる言葉がめちゃくちゃ多いんですよね。だから漢字の書き方一つで変わっちゃう。足っていうのも、足っていう字をどの足の字で書くかでちょっと変わってくるじゃないですか。うん、とかね。うん。目っていう字も、普通のね、目っていう字と眼科の眼っていう字、使うの、目っていう方のね、目を使うのと眼っていう字を使うので、ちょっと意味が変わってきたりとか。でもどっちも目じゃないですか。でも、目って、その若葉とかの目の字を使ったら目でも全然意味が変わってくるでしょ、うん、って、いうような感じで、すごく同音異義語が多かったり、曖昧なそのどっちの意味で捉えたらいいんだろうっていう風に音だけだと伝わらないところっていうのが、出てくるっていうのが一つ日本語のすごい特徴だと思うんですよね。だってそんな書き分けて、同じ音を書き分けることによって意味がを変えますっていう言語って、漢字はどうなのかって言われると、漢字も同音はあるのか、同音はあるの、ある、音読みとかで見ると あるのはあるんですけど、例えばそれをちょっと音の音を変えるとかって言って音の区別をさせたとかね、まあとかな、有名だと。とね、全部よってで別の意味になるとかっていうのがねあったりします。中音とかの、ね、そういった音の付け方で変えますよとかっていうのがあったりとかっていうのとかありますし、まあ、そもそも抜本的に文法なんていう母音がすごく、普通は多いですよね。8種類か10種類ぐらい基本的に一言語で持ってるんですよね。日本語だけ語って異常に少ないんですよ。一番少ない言語は3っていうところがあるんだったらね、あ、い、おしかない。確か。言語っていうのが、どっかの、パプアニューギニアだったっけ違う。アフリカの方だったっけな。どっかにあるんですよ。っていうのが確か、一番その母音の少ないところなんですけど、日本語もそれに、あ、い、うえ、お。で、母音って全部終わらせちゃうんですよね。だから基本的にね、例えば、英語だったら、あ、え、あ、え、えとかね、ちょっとした違いですけど、あったりとかするわけですけど、うん、韓国語でも7、8種類ありますね。あ、や、およ、およ、ういってありますから、うん、おとおっていうね。日本語だったらどっちもおになるんでしょうけど、あーに近い、あーの口の形のお、あーっていう音と、おーの口のおーっていうのがあって、このおーの口で言う、うーっていうのがあって、いの口で言う、う
あっていうのがあってありますよね。うん、で、代わりに A が20母音だったかいか。あ、OE の、あれで、っていう音にするとかっていう中で20秒、いやーもう20秒のアドバイスになるかな、いや、うん、とかっていうのがあったりします。わ、わとかウェとかそのあたりは20秒っていうようなとかにしたりとかってね、韓国語でもだとそれぐらいあったりするわけですよ、うん、っていう中でやっぱしそのテロップを入れないとどういう意味で言ってるのっていうのが、分からなくなるっていう一つすっげえ特徴としてあるのかなっていう。これがあの Google さんのその音声識別ソフトとかでもめちゃくちゃ苦労する点らしいですけどね。日本語だけ異様にその精度が下がるっていうのはそこらしいですけどね、っていうのがあったりするんで、うん、そこのところでやっぱしテロップを求めるニーズっていうのが得意にあるんじゃないかなっていうのはあります。これはもう日本語だけの特徴で、だから日本語のところはそのテロップっていうのが、文化として浸透してるっていうところはあるんじゃないかなっていうのはありますね。